大阪ミナミ。車道沿いに生い茂る一見緑豊かな街路樹のようですが、立ち入り禁止と書かれた黄色いテープに囲まれていて、こんな警告文が。この樹木は道路上に放置されており、市民の皆さんの迷惑となっています。実はこのプランターに植えられた樹木は自治体が設置したものではなく、何者かによって放置されたものなのです。相当な数、歩道の3分の1ほどを塞ぐプランター。数えてみるとその数なんと101。近隣の住民によると10年以上前からあるということです。誰かが勝手に置いたものなんて知ってました？いや、知らないですね、はい、風景の一部になってたような。そうですよね、普通に公共のやつなのかなと思ってました。人が多いので自転車も結構多いですし、木とかいろいろあると歩くのがちょっと大変だったり、人とぶつかったりとかちょっと危ないかなと思います。大阪市が周辺に聞き取りをしましたが、持ち主は見つからず、警告文を貼って今月26日までの撤去を求めています。やっぱり持ち主さんに、ね、出てきてもらって、はい、直しては欲しいですけどね。犯罪になると思いますよ、やっぱり。どうやろう、意外となんのんちゃう。街で聞いてみると樹木をめぐるトラブルは他にもいろいろあるようで、自転車で乗ってたら枝がこうくぐって行かないといけないような枝ありますよね。でもあれも勝手に切ったらね、あかんと思うしね。通路のところにプランターがジグザグに並んでてちょっと邪魔やなって思ったりはありますね。で、向こうからも来たら、あ、もうじゃんけんせなあかんかなみたいな。葉が出てくるぐらいは気にならないですけど、やっぱ夏場の虫ですかね。やっぱりトラブルになるのが住みにくくなっちゃうんで、やっぱ我慢しちゃってますよね。切りたいは切りたいですけど、道路に勝手に置いた樹木や周りを無視して手入れをしない樹木、法的にどう対処できるのか、菊池弁護士がジャッジします。さあ、およそ100個、10年以上もこのように放置されていたこの樹木プランターなんですね。これしかも所有者が未だ分からず、で、大阪市がですね、撤去するように警告をしているんですが、期限までに撤去しなかった場合、置いた人は罪に問われるのか、そして処分はできるのかどうか、菊池先生の見解はこちらです。道路法違反にも、そして自治体が処分できるということで、まずこの法律の方から教えてください。はい、これ歩道も道路の一部ですね、ですからここに適用される法律といって登場するのがこの道路法という法律になります。で、この道路法の中には禁止行為ということで、歩道も含めてですね、こういう竹木などをこういうところに置いてはいけませんよ、通行の妨げになるようなことはしてはいけませんよ、こういう条文があります。で、それに違反するとここに書いてある通り最高1年の懲役というですね、犯罪行為、罪になるということですね、はい。そして処分についてなんですが、自治体が処分できるということなんですね、はい、そうですね、ここにも書いてある通り張り紙ですか、はい、これを、ね、置いた人、これをどけてください、でも要求を入れてくれない、あるいは誰が置いたのかわからないというようなそういうケースですと自治体がこれ撤去できるんですね、まあ、普通は撤去してどっかに保管しておいてですね、で、まあ、それを売却してお金に換えるなんていうことですけども、例えばあまり価値がないようなもの、これが価値があるかどうか私もちょっとよくわかんないですけどね、価値がないものだと自治体は廃棄もできるというような規定がありますね。これ所有者がわからないという場合、撤去費用っていうのはこれ税金でってことになるんですか、はい、基本的にはもし相手が分かればですね、あなたの費用でやってくださいっていうことになるんですけども、はい、分かんなかったらこれ税金の持ち出し、そうですよね。ちなみに私たち、じゃあ個人がこの道通ってて、あ、邪魔だなと思って撤去しちゃおうっていうのはどうなんですか。あ、確かに
ついやりたくなるかもしれませんね。向こうから来る人とさっき VTR に、ね、いらした方、じゃんけんしなきゃいけないとかね、じゃあ自治体ができるならば私たち個人はできるのか、これ自治体は道路法にこういう規定があるんですね、撤去してよろしいと、じゃあ私たちは法律に来てないんです、だから勝手にやっちゃうと、例えばどっからか所有者っていう人が出てきて、私のプランターどこやったんですか、え、捨てたんですか、損害賠償ですよ、こんなトラブルになると困りますんでね、ですからもし邪魔だと思ってもですね、はい、ご自身でやらないで、行政とか警察とか相談してみていただきたいと思いますね。一回通報して相談してみるということですね。勝手にやっちゃダメ、はい、続いてですが、身近な樹木にまつわるトラブルを見ていきましょう。こちらです。じゃあ私たちの家はこれだとしましょう。お隣さんの家の木の根っこ、それから枝がこのね境界線を越えてきて入ってきてしまっている場合ですね、入ってきてしまっているというトラブル、じゃあ勝手に切っていいのはどの部分なのかというクイズをご用意しました。結構難しいですね、はい、枝だけ、根だけ、枝、根両方勝手に切ってもいい、切るのはダメでしょう。僕も両方にします。枝も根も両方勝手に切っていい。思い切りましたね、正解、うん、見てみましょうか、うん、こちらです。あ、コウケンさん、そうなんですか、すごい、はい、両方いい、はい、でも ただしって書いてある、ただしって書いてあるんです、うん、コウケンさんテレビ的には外してもらった方がいいごめんなさいね、はい、メイキャスお願いしますね、はい、大正解でした。本気で当てに行ってしまいました。ただしということですが、菊池先生正解、これ解説お願いします、はい、ここはですね、今年の4月になって法律が改正されましてですね、それ以前はですね、うん、勝手に切っていいのはこれだけだったんです。根だけだ、根っこ、ね、地面の下は切っていいと、上はダメだと、だからね、夏場になるとね、こう伸びてきますよね、はい、俺のもこれぐらい伸びればいいんだけどまあそれはいいんですけどね、枝はダメだったんです。枝は切ってくださいってお願いで終わっちゃったんですよね、はい、向こうが切ってくれないとちょっと対処に困るという、はい、それでは困るんで法律が改正になって4月からはこうなったんです、うん、両方切ってよろしいと、ただし条件があってですね、何でもかんでもスパッと切っちゃっていいっていうことではなくて、こういう条件でございます。はい、ちょっとご覧ください。お願いしても一定の期間内に切ってくれない、一定の期間内っていつぐらいですか、まあ10日とか2週間とかちょっと見ておいてください。相手が分かんない、例えば空き家とかありますよね、あるいはこんなことやってる暇がない、台風が近づいてる、すぐ切らないと大変だ、倒れてきちゃうなんていう場合には、相手の承諾がなくても上も含めて切れる、こういうふうに変わりました。はい、神崎さん、法律が改正されたことによって、うんうん、ここに住んでたとして家の方に伸びてきたもの切りやすいとはいえ、うん、ちょっとやっぱ気使いますよね。遠慮しますね、ご近所との関係もありますしね、うん、私特にですね、私の庭の木があって隣には一本もないんですよ、うん、で結構もう出っ張ってるんで、私もこう早めに切るようにはしてるんですけども、たまに忘れてると迷惑かけてる時あるなとか、あとは落ち葉が落ちてしまったりとかして、結構まあ気にするとこあるんですよ ねこれから特にね落ち葉がありますもん ね、うん、そうですね。じゃあ自分がこのようなお家に住んでいて木を切るような状況に置かれたとして、うんうん、菊池先生、注意すべきところとかポイントはありますか？そうですね、この手の相談というのは実は多いんです。ですからこれで悩んでる方多いと思いますけども、あ、よし切れるようになったんだ、じゃあ切っちゃえ、これだと今ね、神崎さんおっしゃった通り、そのやっぱり近隣のトラブルになるかもしれませんから、法律上できるからといってすぐにそれをやるっていうよりかは、一応お隣とですね、やっぱりちょっとすいません、枝がというようなですね、まあ、なるべくうまくコミュニケーションを取ってですね、穏便にやっていただきたいと思います。でもし切る時もですね、一応その写真に撮っておくとか、はみ出してきた様子をちゃんと記録しておくとかですね、そういうことも心がけていただければと思います。はい、神崎さんおっしゃるように、もうすぐ葉っぱが落ちる季節ですからね、ご自身のお家の木、敷地からはみ出していないか今一度チェックしてみてください、うんうん、菊池先生ありがとうございました。ありがとうございました。以上ニュースジャッジでした。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。